経済、経済、経済とは、社会が生産活動を調整するシステム、あるいはその生産活動を指す。生活に必要なものやサービスは、需要と供給の上に成り立っており、それらの消費のために生産が必要となる。社会が生育し近代化する過程において、自給自足から生活に必要なものやサービスを交換しゆう。 システムが構築されることでさらに豊かになっていった。この交換を潤滑にするものが金である。近代社会における経済は、物やサービスを生産する企業、物やサービスを消費する消費者である家庭、家計、公共的サービスを提供する政府の三つに分けられる。以上のような経済を主な対象とする学問として、経済学がある。日本語の経済は、 英語のエコノミーの訳語であるが、この語は古典ギリシャ語の化成術に由来する。Y を意味し、は、規則、管理を意味する。したがって、エコノミーの本来の意味は、家庭のやりくじにおける財の扱い方であるが、近代になって、これを国家統治の単位にまで拡張し、以前の意味と区別して、政治経済学、パリータクリーコナミーという名称が登場する。この名称は後に、 アルフレッド・マーシャルによって、エコノミックスと改められた。日本のみならず、漢字文化圏のほとんどの国では、上記のようなエコノミーを意味する、経済の語が普及している。この、経済という言葉は、幕末維新期の日本において、はじめ、古典派経済学における、ポリティカルエコノミーの訳語として導入された。この訳語の考案者を、福沢諭吉とする文献もあるが、 福沢が書物の名前ないし講義名として、経済という語を持ち辞典、1862年、1868年で、すでに1862年発行の辞書、英和大約集陳辞典が、ポリティカルエコノミーの訳語として、経済、経済学の訳語を挙げており、同じ年に、青春が手紙の中で、経済学の語を用いている。これらの点から、 福沢和人をこの訳語の作者とするのは困難である。訳語として同時期に姿勢も提唱されたが、こちらはあまり普及しなかった。漢語における経済は世の中を治め人民を救うことを意味する形成催眠もしくは警告催眠の訳語であり、これは等身の活行によって記された放牧師、放牧師の記述が初とされる。また、 今日でいう経済と意味が類似、近接した古典的看護としては他に、理財、食家、過食、小売などがあった。ポリティカルエコノミーの訳語としての、経済の語法は、やがて翻訳を通じて、形成催眠の語を生んだ中国に逆輸入されたため、看護文化圏において、本来の形成催眠としての意味は稀になり、今日の用法が定着するに至った。 経済活動は法律をはじめとする様々な条件によって制約されている。それらの制約の下で社会は人々のニーズを満足させるように供給を組織化する。この組織化された供給の仕組みを経済体制、エコノミックシステムという代表的な経済体制として以下の3つが挙げられる。伝統経済、トラディショナルエコノミーとは 生産や分配などの主要な経済活動が、監修や文化によって大きく規定された経済である。集落や、村落などの比較的に、小規模な集団の経済にしばしば見られる形であり、生産活動が、個人の家柄や、集団の文化によって定められているために、予測可能性が高く、継続的かつ安定的な供給が維持される。市場経済、マーケットエコノミーとは、 企業や個人が自己利益を最優先して物材を生産し市場の仕組みによって分配する形態の経済である。規範や指令もなく市場における消費の動向によって生産活動が規定される特徴があり個人の自由度が高く意思決定が分散的でありまた希少性の変化に柔軟に反応できる長所がある。ただし経済理論が保障する市場経済の効率性は 財産権、取引の自由、企業を参入体質の自由、完全情報などの条件が必要であり、これらの条件が満たされない場合には、市場の失敗が生じる。計画経済、コマンドエコノミーとは、中央当局によって、あらゆる経済活動が運営されている形態の、経済である。司令経済ともいう、産業への必要物資、生産目標、 生産割り当てなどが定められ、その計画に基づいて経済活動が遂行される。経済資源や労働力を計画的に運用することができるために特定の産業を集中的に発展出るとされる。一方で、計画経済の下では労働者のインセンティブが欠如しやすいという欠点がある。また、計画経済の存立可能性をめぐってなされた議論として、 経済計算論争のがある。経済成長とは、経済規模の増大や生産性の向上といった、経済的な能力の伸びを示す概念である。国あるいは、地域の経済規模は、国民総生産、GNP や国内総生産、GDP によって測られる。これら産出量の変化率が、経済成長率であり、競技には、この変化率の長期的上昇傾向を指して、 経済成長と呼ぶ。経済成長を決定づける要因や、経済成長率と失業率、物価などとの関連を分析する、経済学の分野として、マクロ経済学がある。効率的な経済活動であることから転じて、商品の購入に際して、金銭負担が少なくて済むことを、経済的、エコノミカル、エコノミカルという。飛行機で最も低価格な座席等級を、 エコノミークラスと呼ぶのもこうした用法の一つである。日本経済、アメリカ経済、中国経済などのように一国家の経済活動を経済と呼ぶことがある。さらに狭い地域や都市をひとくくりにして、九州経済、大阪経済などと呼ぶこともある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。